はい、おはようございます。パルマとね、ボローニャと、パルマ、見ていきます。あれちょっと窓が開いてたからちょっと閉めよう。ミランから加入をしましたトマーゾ・コベがベンチからのスタートになります。はい、で今、ダゾーンで今キックオフしましたね。ダゾーンの、シークバーでいうと9分7秒8秒9秒ってところですね。今試合時間が12秒とか13秒です。でダゾーン北川さんの、一人実況になってますので、俺がある程度ベラベラ喋りやすいっていうね、まあ、北川さんが面白い情報言ったら俺はちょっと黙るけど、まあ、フォーメーションも多分これで合ってるはずですよ、きっと。ではガスペリーニ監督のもと残念ながら信頼を得られませんでした。活躍の場をボローニャに移しています。代表ウィーク前のダービーです。フォルムから今日の2センターはベウケマとエンリッチです。あいついねえんだ、ルクミちゃんいないんだ今日。そうだよね、カサーレも確かいいんだよね、ラツィオのセンターバックだった人。で右サイドバックの2番のフォルムはスペツィアで10日からしたんだ、22年の夏。そうだよね、アタランタにいたよね。そう、なんかアタランタにいた気がするなと思ったけど、アタランタにいたあいつだったわ。ハテブールからほぼほぼポジション取ってた気がするんだよね、フォルム。あんま昨シーズンでもアタランタはね、昔ほど見れてなかったから、一時期アタランタほぼ毎試合見てたから俺。だからもうね、いろいろね、仕事もしないといけなくなっちゃったし、忙しくなっちゃったし、来週からもね、多分ね、俺は多分試合ほとんど見れなくなるので、今日の動画で最後になるか、最後はないかもしれないけど、だいぶ動画は上げる頻度はちょっとこれからも下がってくると思うので、うん。あ、なんか、北川さんが面白い情報言ってたけど、聞けなかったわ。自分が喋ってると、人が喋ってること聞けなくなるね、やっぱね、当たり前かもしれないけど。エンドイエ。カットインから一人かわしてシュートまでいけるか。ここは味方を使います。エイミシャー、フロイレ、リコヤンス、リターンをもらいます。デモフロイレ。そっか、エンドイエもスイスだったか。ボールラストボニー、高い位置を取ります。なんかフォワードでボニーって言うとさ、あのフィテッセとかさ、あのハーフラーマイクと一緒にいたあいつを思い出すからさ、混乱するんだよな。あいつまだ現役なのかな。あと前見た時もクリバリが、あれクリバリ左、これクリバリとバレリ逆、あれどっちだ、クリバリ今左にいたよね。うん、いや、あれ14番バレリだよな。どういう流れでクリバリ右左にいたの今。
を仕掛けていきたいと前日会見でも話をしています。状況判断よく積極的に出ていきたいと話しています。鈴木財閥が長いボールです、うん、バレル左でクリバリ右だよね、基本はね。現役時代はこのボローニャでプレーをしていました。実はもうご家族もこのボローニャに今日構えています。ですから、まあ、自身もプレーをしていたボローニャということもあってチャンピオンズリーグに60年ぶりに出場したことを非常に嬉しく思う、誇りに思うと話しています。あー、ダビーを迎えました。今もう一個の端末で映像を見返したけど右サイドバックの位置からギューンって上がってってボールは出しませんでした。リコエンスダイアゴナルに裏に抜けてその流れで左に流れていっただけだったわ。お、うん。中央にはポリーでした。ゴールキーパー今日はラバリアです。早めに敵陣に入れましたがこのボールは収まりませんでした。前線のカストロ。ここにバログです。今日のツーセンターバックはバルグとデルプラート、中に絞ってきました。ゾームです。ボニーではなく競り勝っています。ボローニャ、ベルナベ、そして高い位置を取っていきます。若いクリバリー、内側を取った。ボニー、アンチェリエリから、ここはデニスマン、ありませんでした。ゴールキーパーのラバーリアです。今日は2000人のサポーターが詰めかけています。シャルクのサポーターです。ローカル線ですとか車でほとんど来るサポーターが多いと思いますが、ローカル線ですが大体50分ぐらいボローニャからパルマの時間はレジョナルにかかります。スタメンに今日されましたエンドー、続行です。エンリッチ、レモフロイレ、しっかりと3ラインを作っています。アルマです。一旦外のルソリーニア、対角にパスを出します。エンドイエ、外に対してよく戻ってきました。カンチェリアリです。そう、カンチェリエッリがあミラン戦決めてたっけ。あ、なんか見た気がするな。見たけど全く思い出せない。多分見たはず、ミラン対パルマとかいう好カードは。あのミハイラだっけ、あのルーマニア人の、あいつが結構いいなって思ってたんだけど、デニスマンとミハイラ。今日ミハイラがベンチでカンチェリエッリがスタメンって形なんだよね。カンチェリエッリも最初ラツイオで、あれ、若手でちょっと期待されてたけど、あんまり出場機会なくて。で、エンポリちゃんに行ってたんですよね、確かね。昨シーズンはね。完全でパルマに来てるのこれ。あ、完全で来てるんだね。多分ね。ユベントスでもプレーをしていましたこのリカルド・オルソリーニです。お亡くなりになられたミハイロヴィッチ監督からも息子のように可愛がられていたリカルド・オルソリーニです。エリッチ、リコヤニス、ボローニャはこの後代表ウィーク11人、アンダーカテゴリーも含めて招集をされています。クリバリがボールを奪いました。ゾンム、デニスマンです。バレリが高い位置を取ります。狭いところ入ってきた。デニスマン、その前に笛です。今日の主審はマルコディ・ベッドさんです。以前にもお伝えはしたことありますが、最初に審判を務めた18歳の時のゲームで緊張していたのがコイントスのコインを忘れたというエピソードがマルコディ・ベッドさんの主審です。
新監督に就任したのがボローニャ、ヴィンチェンツォ・イタリアの監督です。割っていません。カストロがサポート、そしてオルソリーニが一気にスプリントする。そのオルソリーニ出ます。先に追いついたパルマです。バログがクリアです。そのボールを拾ったのはボローニャ、フォルム、イダム・フロイレン、リコエニスが手を挙げています。ただ中はつかず、一旦ショートパスをつないで、リコヤニス、エンドイヤは中にいます。逆サイドへいいパス、オルソリーニ、オルソリーニ、さあシュート、打ってくる。うーい、そうやっぱね、オルソリーニはね、結構この左利きで、まあ一時期のミランの裾みたいな感じで、このカットインからのシュートっていうのはかなりね、武器なんだよね。2019年くらいのアンダー20のワールドカップで、確か日本代表とも確か戦ってたと思うんだよね。斉藤幸喜とか東俊輝がいた時代、鈴木斗一とかもいたかな。あの世代の日本代表と戦ってたっけ。うー、ブーケマか最後。ベウケマって何人だったっけ。あ、ベウケマオランダ人なんだ。にしてもさ、急になんかさ、気温がさ下がってきてさ、一気に長袖着てるからね俺ね。ちょっとさ、この間まで俺水着と T シャツで過ごしてたんですね、家の中で。もうさ、気温がさ急激に下がりすぎだよ。ターゲットはクリバリです。高い位置を取っています。エルナーニーからカンチェリエリ、リコヤニツがつきます。1対1は挑まず一旦戻しました。ベルナベボラデルプラート、鈴木ザイオンです。体を当てていきました。ボニー打ってくる。うーい、ボニーシュートです。若いボニーです。昨シーズンはセリエ B で5ゴール。こちらがボローニの CEO です。クラウディオ・フェンヌッチさんです。試合前の映像ではジョイサポートオーナーは見かけませんでした。一方のパルマクラウセオーナーはピッチで選手たちに構ってくれよというような形で肩を叩いていました。一旦戻します。バロックから一旦バックパス、デルプラート、鈴木ザイオン、そしてボニーをターゲットにします。セカンドボール、体を当てに行きました。エフナーニゾーン、そしていいところで受けました。エルナニが運んで、今ゾーンだったか、今ベルマペじゃなかった、今左足でパスしたの。あー、クリブレ上がってくる、打ってくる。うー、ナイス。エルリッチか最後。カンチェリエリ、そしてクリバリ、最後はボニーでした。エルナニ、そして最後ボニー。エルナニはなんかさ、ボランチもできた気がするんだけど、なんかベローナあたりにいた選手なかった、違ったっけ。10月の28日に21歳になります。デラシュゾリフレクションがありました。もう一度コーナーキックです。今日のボローネのゴールキーパーはラバーリアです。ちなみに双子です。え、そうなの、ラバーリアって双子なの。
ともにチャンスを作っています。あ、そうだ、俺は一応この試合の結果は分かってるんですけど、まあちょっと好カードだし、ザイオンもスタメンだし、またまあ試合の結果分からない程度で見てますからね。まあもうだいぶ1週間近く経ってるから、試合が終わった後5日間ぐらい経ってるのかな。だからもう結果は知ってる人も多いだろうけど、まあまあ一人で見るのが寂しいよっていう人はね、一緒に誰かと見てる感覚で一緒に見てください。映像は自分で用意してください、もちろん。ゾーンから一旦戻します。ベルナベ君どこにいる？あ、今これか。ベルナベ君左利きなんだけど、ちょっと右ボラで、ああいう感じでちょっとね、中でカットインしてる形みたいな感じでパス出すのがなんかね、うまいみたいよ。で、俺はキャリアモードの時にマンチェスターシティにいたベルナベ君、まだ全然無名だったベルナベ君を、なんかね、基本ボランチの適性だったんだけど、なんかね、左のサイドバックの適性もあったから、左サイドバックにコンバートして時間かけて、で左サイドバックで使ってました、彼を。おお、ボニー、うん、パスしたの誰？カンチェリリー？うん、カンチェリっぽいね。ほう、プロヴィンチャのルカク。されています。こちらがボローネの新監督に就任をしました、ヴィンチェンツォ・イタリアの監督です。ベルナベクロスを入れます。ヘッド、うん、いい形でクロスを入れていきました。こちらがクラウセ、バルマのオーナーです。ボールはベンゼマ、つなぐことはできず、一旦もう一度今日スタメンに起用されていますエルリッチです。うん、ベウケマ右でエルリッチ左、たまたま入れ替わってるだけだこれ。あ、ごめんなさい、今時間が18分の39秒40秒ってことですね。ダゾーンのシークバーで言うと27分44秒45秒ってことですの。なんとかクリアです。あ、そうだけど、センターバックデルプラドが出てるけど、あれだよね、なんかナポリ戦で、なんかデルプラド途中でザイオン退場した後に、デルプラドがキーパーやってた試合の、キーパーやらされてた子が確かデルプラドだったよね。違ったっけ？たださ、なんだっけ、オーストラリア代表の子、チルカーティだっけ？あの子も割と良かったと思うんだけどね。なんか、一見、あたりぐらいからなんかスタメン減ってきたよね、チルカーティー。チルカーティーなのか、チルカーティーなのかよくわかんないけど。さあ、ザイオン。
ボローニャの中央駅からだいたいバスで20分前後、15分でしたかね、ところにあります。そうなんだ。長いボールを蹴っていきました、鈴木ザイオンです。デリスマン、デリスマン、コルムのクリアです。バレーリー、あとあれだね、ステファン・ポッシュもいないんだね今日ね。あのホーフェンハイムに行ってボローニャ来た子、いい形で抜け出せばチャンスというシーンでした。ポッシュもベンチにいるのかな。ネイビシャーが倒れています。このあたりが当たったようです。ポッシュベンチだね。まあリバプール戦があったからね。リバプール戦もなんか俺4時に起きちゃったからなんか見たんだけど、まあ眠かったしあんまり記憶ないけど、なんかボロリ結構頑張ってたよ。良かったシーン時間帯もあったけど、リバプールがやっぱ点取ってからやっぱリバプールさすがだなっていう感じの試合展開だった気がする。カストロ、1対2の状況、挟み込んで取りに行きます。パルマ、3人目が行きます。デリスマン。バルをよく守ったね。2029年までオプションもついていますが、ボローニャと契約を結んでいますサンチャゴ・カーストロ、まあ、年俸も年を追うごとに増える契約になっています。まあ、彼の代理人はアドリアン・ルオッコといいまして、カルロス・テレスと同じ仲介人代理人です。スイッツ・アイオンからデル・プラート、カンチェリアリ、一方ヤニスが捕まえました。ファールです。今シーズン1アシストのリコヤニスです。と接触をしましてファールです。この選手がウィリアム・ベルナベー、注目のセリエ B の活躍を見せましたベルナベーです。こちらがヴィンチェンツォ、イタリアの監督、ドイツのカーロス・リューエで生まれて生後6ヶ月でドイツを離れてシチリア、お父様お母様はシチリア出身ということでシチリアに戻りました。非常に難しい状況に陥った時にはやはりシチリア、島出身なんで、やはり海があるといろいろ考えることができていいと話しているヴィンチェンツォ、イタリアの監督です。ラバリア、以前のインタビューでアドバイスを求めに海に行ったりしてました。メルリチャップ左だね。エンドイ、メルリチ、カピタンのベウケマ、少し運んできました。狙いに行く、なんかね、ホルムがねポッシュに見えるんだよな。似てない？なんか遠目で見るとポッシュとホルム、お互い身長でかいしさ、今のベルナベか、まあ、パルマのね選手ね全然わからないよっていう人はとりあえず10番のベルナベと今日出てるとあとデニスマン、あと右サイドバッククリバリあたりを見てればいいんじゃないかなと俺は思ってますけど、エンドイエとスイス代表が3人います。パルマのコーナーキックです。デルプラート、カンチェリエで2人います。さあここからエンドイエ1対1サポートが欲しいところ、エンドイエから左オールソリーニ、あ、うまい、うまい、よく触った。ゾームか今触ったの。エルナニか。速い縦の攻撃でした。
これもよくクロスちょい触りしたよね、これね、ゾームね。多分ゾーム触ってるよね、これね。それボラにしろになったらそうだよね。いやでも今ゾームは結構レベル高いプレーしてると思うよ、今の。このちょい触りでちょっと微妙にずらすのは結構の技術ないとできないから、多分知らんけど、あれ多分触ってなかったら多分あのシュートできたよね。誰がいたんだっけ、ホルムがいたんだっけ最後。そう、フォルム、多分フォルムが多分シュートできた可能性高いからね、あの軌道だとね。もうエルナニがサイドにいるぞ。さあフォルム、おおフォルム、おおナイス、バレリー、おーいいじゃない今の。昇格組のパルマ、2節でミランに勝っていこう。ナポリン2対1、ウディネーゼに2対3、レッチェとはドロー、カリアリ2対3、競り負けているゲームが多い中で今日のゲームを迎えています。ベルナベー、右足で折り返します。一人選手が倒れてます。カンチェリエルのようです。この選手がアドリアン・ベルナベー、完投するときにはこのクリバリにはもう攻撃を中心に考えていて、右を担当するときは攻守のバランスをしっかり取るように、こんな風に指示を与えて話していたマリオ・ペッキア監督です。これまでのパルマの攻撃見てると確かに、まあ、左の方から積極的に上がっていくケースでチャンスを作ることが多かったここまでです。ファビオ・ペッキア監督です。ファビオ・ペッキア監督も51歳になりました。勝利のクリバリです。勝利はボロニに変わっています。エンドイエ、カストロがボックス内に一人入ってきました。エイビシャも入ってきた。いや、エンドイうまい。今度はボローニャのコーナーキックです。大外にリカルド・オルソリーニがいます。ベウケは離れたところにカストロ、さらにはエビシャーも入ってきます。うわー惜しい、カストロ4戦連発を狙っていたカストロ、いやいいボールでした。バログの前に入って狙っていましたが残念ながらポスト右です。サンティアゴ・カストロ、まもなく
迎えます。ボロンレナト・ダラーナです。エミリア・ロマーニャダービーをお届けしています。すいません、今一時停止してました。ちょっとメッセージ来てたんで、それの返信してました。今29分33秒、5秒、6秒ってことですね。すいません、勝手に一時停止すいませんでした。完全に俺今動画撮ってること忘れてたからね。普通に一人で見てる感覚で、なんか勝手にダゾーンの再生を止めてたわ。おっと、これい、あれ逆なの、あれ今のクリバリのファンかと思ったわ。さあ今30分ね過ぎて、まだ0-0ってとこです。まあいいんだけどね、多分この動画を多分見て一緒に見ようっていう人、多分日本全国に1人いるか2人いるかぐらいだと思うんで、まあ、この試合見たよっていう人いるけど、もう見ちゃったから、さすがにもう一回一緒に見てくれる人はなかなかいないだろうし、そもそもこれやるんだったら生配信でやれよって話だからね。接触がありました。プレー続行です。エンドイ追い越した。あ、モロ、モロも若いんだよね、まだね。おっと、エイビシャー、エイビシャーです。カストロ、エイビシャーも飛び込んできましたが、その前で跳ね返しています。バレーリ、コーナーキックはボローニャです。ヘッドを叩きつけます。最後はカストロか。いやー、ザイオン、いいいいスローだったね今ね。これ一気にカウント繋がった。うーわー、よく止めた、エイビシャ。やっぱエイビシャいいのよ。ユーロでね、スイス代表で2世ウィングバックやってたんだっけ、エイビシャ。確か、確かエイビシャだったよね、あれね。打ってくる。うー、ベルナベーブロック。うまい。おー、カンチェリエリもな、そんなヘディング強いっていう印象があんまないからね。普通にウィンガードリブラーなイメージなので。あ、そうなんだ。カンチェリーリーローマの下部組織だったんだ。あ、まだカンチェリーリーラツィオも持ってんだ、保有権。パルマの方が多く、ここまでシュート6本、ただ枠内は共にありません。ボローニャのシュートは2本です。鈴木大雄、今度後ろからつないでいきます。バロウが長いボール、バレーリ、ボニー、しっかりボールを持ちます。
そして前を向いて出ていこうというところ、ファールを取られました、エンリッチ。ベッナベ。デニスマン。ゾン。バレーリー。クロスを入れます。ヘッド、うー。あ、カンチェリエリー、ヘディングはそんなにとか言ったらヘディングが結構強かった。やべ、俺の声聞こえてんのかな。オラホルム。カストロに対しては先に体を入れさせませんでしたバルグです。デンベルナベからのパスを奪ったボローニャ、エンドイエ、逆サイドリカルド・オソリーニ、背中を取って打ってくれ、シュート、ザイオン。対応を見せます、鈴木ザイオンです。エンドイエ、後ろから来たのはリコエニスでした。レモ・フロイデルが後ろでもう一回やり直します。ゴールキーパーはラマーリアです。ホルム、オルソリーニとのワンツー、ホルムが出ていきます。ゾンのファールです。ゾンも、まあ、スイス人プレイヤーです。ベンテマ、エンリッチ、アイビシャー。37分を回っています。依然として0対0。エンドイアからカストロ、少しトラップが大きくなりました。バレーリ、前を見ています。そしてそこにデニスマン、あるいはボニーが絡もうというところでした。ヘンリッチからエンドイ、リコーヤニスが内側にポジションを取っています。レモフロイレ、モーロ、ベウケマ、ホルムからオルソリーニがここで受けます。中央にカストロ、右足で入れます。相手に当たってゾームのクリア、そのセカンドホルムが押し返します。ベルナベのヘッドに対してはホルム、あんまり決定機はないけど、お互いちゃんと攻める、ね、意志の強さというか、形を作ろうとはすごいしてるし、0-0 だけど、多分これ結構面白い試合なんだよな、多分。でも普通にレベル高いと思います。おぉ、ザイオンいいキックやん。オルソリーニ、ベウケマ、レモ・フロイデン、エンリッチ、一旦バックパス、ゲーム前進をしていこうというボローニャ、オルソリーニ、そしてカストロから、少しパススピードが足りませんでした。オルソリーニは届きません。デニスマン、ゾム、
内側に絞っています。さあクリバリー、お打ってくる。うーん、ディフェンダー集中してますね。接触をしてしまいました。ゴールキーパーのフェデリコ・ラバーリアです。双子のアレッサンドロさんはアマチュアレベルですね、ディフェンダーとしてプレーをしています。あ、そうなんだ。ボローニャの下部組織出身、イタリア代表としても皆さんご存知のジャーコモ・ラスパドーリとは実は小さい頃一緒のチームでプレーをしていました。さあこぼれを拾います。ベルナベ、あっという間にこのエミリア・ロマーニャダービーも40分を待っています。ベルナベからサイドに立っています。あれデニスマン、ボニー反転から打ってくる。うん、枠に飛んでほしいね。いいシュートでした。ボニーです。シャープなシュートを放っていきました。ボニーです。セッタカストロ、ベルナベ、体でボールを守りました。ファールです。ベルナベからフォニーへ、サポート行くにはカンチェリエリ、うんとボールをコントロールできませんでした。プレー続行、ボローニャボールです。前進の局面、ボローニャ対角にパスを出ます。高い位置を取るオルソリーニ、そこに対していい寄せを見せました。バレーリです。エマネーレ・バレーリ、ブロジノーネから今シーズンフリーでパルマに移籍をしてきました。こちらがアペニン山脈の反対側の監督を務めていたフィオリンティーナからボロニャの新監督に就任をしています、ヴィンチェンツォ・イタリアの監督です。コーナーキックはボローニャです。蹴るのはエビシュア、パーで合わせるか、ヘッド、いいヘッドでした。今日スタミナ起用されましたエピッチです。元はサッソールでプレーをしていましたエリッチ。パルマのシュートが9本、ボローニャ5本、枠内のシュート1本はボローニャの方です。ここでカストロ、サイドこのポジションにはオルソリンです。オルソロ、うん、パスが通りません。斜めの動きを見せましたがエイビシャーに収まりませんでした。ベルナベ、カンチェリエリ、おい、ボールは最後カンチェリエリに当たっていたようです。ニコエニスのスローインから44分になります。依然として0対0。レナト・ダナラ、今日は超満員です。デモ・フロイレから押し出しています。エンドイ、最後はクリバリに当たってもう一度ボローニャのコーナーキック。
なんかでもやっぱクロスとかシュートがやっぱ相手ディフェンダーに当たるっていうことが多いよね。で、逆にやっぱディフェンダーの集中力がめちゃくちゃ高いっていうのと、まあやっぱある程度お互いに守備時に正しいポジショニングが取れてるっていうことだと思う。あんまり俺解像度高く今日の試合見れてない。で、この試合解説。細井さんやっぱこの試合解説するべきだったと思うんだよな。なんでこんな解説つかないんだろうね、セリアってね。打ってくれ！エルリッチよ。ちょっと今の可能性感じだね。タイム1分です。依然として0対0。ここまでシュートを打ってしっかりとセーブしています。鈴木ザイオンです。こちらがヴィンチェンツォ、イタリアの監督。デモフロイレ、ディフェンスの背後を狙いました。デルプラート、敵陣でボールを奪って最後の攻撃を見せたいボローニャです。ホルム、ここでマルコ・ディ・ベッドさんが前半の終了を告げる笛を吹いています。共にチャンスを作っていました。シュート数もパルマ9、ボローニャ7、ただ枠内シュートはボローニャの1本だけ、パルマはありません。現地13時キックオフ、日曜日の第7節、ボローニャ対パルマのエミリア・ロマネダビーは前半の終了、ご覧の通り0対0の折り返しです。アスリートの自分らしさに迫るオリジナル番組、BeTrue。歓喜、熱狂、心揺さぶる勝利と敗北、恐れずに挑め。よっしゃ、ちょっと5分くらい、水を持ってきたりとかいろいろするんで、ちょっと待っててください。AFC アジア予選、サウジアラビア VS 日本、ダゾーン独占配信。最強の代表見ようぜ。ライブオンダゾーン。念願のトリビジョン。ビッグアップマッチ第34節は川崎フロンターレ VS ガンバ大阪、10月18日18時30分。
戦。流し込んだ。ドク切り返して右足。エクエク。ライブオンダゾーン。アジアの頂点をかけた新しい戦い。AFC チャンピオンズリーグエリート。ダゾーン独占配信。守ります。ブラウンが、はい、このシンガポールに残ってみんなでお祝いするのかということを聞かれたときに、はい、いやすぐ帰るよそれ、うん、僕らはここだけのチームで勝ってるわけじゃないんだ、はい、マクラーレンの本部に戻ってファクトリーのみんなと祝うんだって言ったところに、僕はザック・ブラウンの人間力と、はい、そして今のマクラーレンの強さの原動力みたいなものを感じたんです。今の F1 っていうのはそもそも映像を見てる世界っていうのは本当に一部であって、見えてないところでこの F1、まあ、チームレーシングチームっていうのは本当にこう出来上がっているんですよね。大切なのは見えないところで動いてくれてる仲間たちのおかげだっていうことをまさにちょっと証明してると思うんですけども、はい、ありがとうございます。という私はザック・ブラウンの言葉に実は個人的に感動してたんで、はい、やっぱあの陽気さとその人間力っていうのは素晴らしいなというふうに思うわけです、はいはい。Welcome to LA。 次ワールドカップこっちあるでしょ。真ん中と西と東にこの最初のグループ大体分かれるんだけど、こっちの西は割といいグループっていうか移動が少ない。真ん中入っちゃったらもうカナダもあるしメキシコもあるし。なるほどね。しかも暑いのよ真ん中で、時差もあるから同じ国で。俺らブラジルのワールドカップでさ、それにものすごい苦労してる。ベースがさ涼しくて、はいはいはい、で試合会場全部暑くて湿気が多かったとかさ覚えてない？あ、暑かったなぐらいは。ひどいわ。で移動も含めてどういう感じなのか、で環境が違うことを意識して。偉いね、そんなこと考えたこともねえや。え、何考えていいの？もうずっと東京で試合したらいいのにと思って移動するのめんどくせえから。そうやべやべ、よし、ちょっと北川さんが喋り出すところぐらい飛ばしますよ。ダゾーンのシークバーで言うと何分だ。あ、なんかクルクルしてるよ。いいよ、なんちゃらベッドいいんだ。岡崎が出てる CM は、あ、もういい、もう電気電動シェーバーの CM もいらない。いいよ、もうミスティーノはいいよ、もう。誰がやるんだよ、ミスティーノって。お、始まった。68分40秒のとこです。はい。ここでダゾーンからお知らせです。ワールドカップの出場国を決める AFC アジア最終予選、9月から始まっています。グループ6カ国のうち上位、そう、代表戦があるんで、明日さ、俺3時起きしなきゃいけないんだよな、サウジアラビア戦あるからさ。勘弁してくれよと思うよな。第3節は中東の強豪、この人のチリ監督率いるサウジアラビアとアウェーの対戦です。ダゾンではこのサウジアラビア戦独占配信いたします。10月11日金曜日の深夜2時15分から配信を開始します。2時15分。配信と試合前の様子からたっぷりお届けします。ぜひご覧ください。リビングジュニオールが入りました。お？
イリングジュニオール、ユーベにいたですよね。メイビシャー変えました。オルスリーもどうやら変えたという現地からの情報です。一方のパルマはどうやら交代はせず、このままイリングジュニアと誰、今日は昨シーズンまでプレーをしていたリカルド・カラピオリも昨日エイビシャーに変えて、あ、オルソリーニ、この後代表に選ばれるということで、ファビアン、このレナト・ダララに帰って観戦をしているという情報も現地のボロニアファビアンのファーストネームなんだっけ。イリングが14、ジョバンニか、ジョバンニファビアンか、このファビアンも若いね。ファビアンが多分インハイインハイってイリングジュニアウィングだよね。あーやべ、ボケっとしてたから忘れてた、エンド変えなきゃいけないよ、めんどくせえ本当にもうこれやってる間試合見れねえんだよ。ソーリーニを変えました。ヴィンチェンツォ、イタリアの監督です。レモフロイデン、リコヤニス、デルプロはどこにバリホールがある、そのままイリングジュニオールが入っています。ラバリオザイアン押してきた、ちょっとぐちゃぐちゃだけど、序盤にファミアンです。ポジションも変わりません。エンドイエ、両ウィングはエンドイエとファミアン左、カストロの足元、前を向く、そしてオフ、オフかね、これオフでしょ。だよね。ファビアン右側、ニコラモロが左だったっけ、さっき前半から。もうどっちか忘れちゃった。おっと、ザイオン。おお。ザイオン。ちょっと俺が眠くなってるからって目覚ませこらっつってね、こういうちょっと遊びを入れてくれるから、ザイオンは俺たちの目を覚ませるために。ああお湯がうめえ。敵陣から一気に攻め込んでいきたいところ、内側にボールを入れようとしました。バレリューファールがありました。いい位置でのパルバフリーキックのチャンスです。ここでデモフロイデルとの接触がありました。エマヌエル・バレリューです。3年契約プラスオプションでフリーで加入をしましたエマヌエル・バレーリです。昨シーズンはフロジノーネでプレーをしていました。ローマ生まれのラツィオの下部組織出身です。バレーリ、大外にデニスマン、逆サイドに立っています。さらにはカンチェリエリがファーサイド、エルナニのシュートは大きく右に逸れていきました。後半からボローニャを2枚変えてきました。ジョバンニ・ファビアンとイリング・ジュニオールが入っています。アストンビラからレンタルで加入しています、イリング・ジュニオール。え、イリング・ジュニオールってアストンビラから来てんの？ユベントじゃなかったっけ？え、俺が知らないイリング・ジュニア、ちょっと名鑑を見ようか。いや、ユベントスだよな。あ、アストンビラが引き抜いて、その後にユベントスからアストンビラに行って、そのアストンビラからのレンタルなのか。スローインです。エディングジュニオール、エディングジュニオール、もう一
後ろから作り直します。エリッチ、サイドに張って待っています。んとクリバリと接触をしてどうでしょう。両方が指か。クリバリにカードが出ています。この後です。下コンフ。踏んでしまいました。クリバリです。ヴィンチェンツォ・イタリアの監督はとにかくボローニャのサポーターが満足した気持ちで楽しい気持ちでこのスタジアムを後にしてもらえるようなそんなゲームをしていきたい、選手たちはとにかく汗まみれになって戦っていくことが大事なんだとこう話しています。まあ、ステッツィアを去ることになった後にフィオレンティナ行きますけれども、まあ、その時に満足な挨拶ができずにスペーツィアを去ってしまったことは本当に申し訳なく思っている、こう話しています。ただこの監督すごくて、監督に就任したのが1617のセリエ D で、そこからわずか7シーズンでチャンピオンズリーグで行きました。さあこのシーンをオンフィールドレビューで確認します。これで退場、うわーこれは退場か。イエローカードでしたがどうでしょう。あーカード変わるようです。ノネジャロ黄色ではなくレッドだ、グリバリレッドだ。うわーパルマ一人少ない状況になりました。私が担当したインテル対トリノ戦でもマリパンが一発の退場になりました。同じような形ステップオンフットで、さあパルマ1人少ない状況、ね、北川さんが実況担当すると1人退場者でのまだホームでの勝利のないボローニャ、この数的な有利な状況を生かせることができるかどうか。モーロからヒッリングジュニオクロスを入れます。エンドイエがボレーに行こうというところ、空振りです。中心を低く、これでだいぶボローニャがかなり攻め込む形に変わるのかな。普通に考えたらそうなるけど、意外とこの展開になってバルマがカウンターが打ちやすくなっていく。パルマがね、あと2回ぐらい、なんか2回ぐらいのチャンスをバーンって一発決めて勝つみたいなのね、そういう展開もあるからね。うわ、いやー、うまかったけどカストロ。その前にオフサイドがあったようです。リコヤニスにどうやらオフサイドがあったか。リコヤニ前半も、じゃね、後半立ち上がりもオフだったよね。最後は体を寝かして頭に当てていきましたカストロ。後半の早い時間帯に、これ右サイドバック誰か落ちてるのか。ディレットレッドカードで若いクリバリ、右サイドの選手を欠く形になりました。右誰やってる？デルプラド右入ってるな。あ、うん？エルナニがセンターバック入ってるの？あ、そう。エルナニがセンターバックやる。まあ、ボラが確かできた子だから、この人、エルナニって。まあ、だからまあ、センターバックも、まあ、能力値高そうだしね。パルマがどうやら動くでしょうか。前
センターバック補充するんじゃない、やっぱさすがに。ハイナウト、あ、感じるに下げる。サンチェリエリを下げてエノを入れます。エイノー、エイノーでいいの、お前読み方わかんない、フランス人この子。エノーも中盤の選手だよね。第5節で途中から出場してゴールを決めています。頭で、いや胸で落とした。これどうなんだ、あ、エノーが、エノーが右サイドバック入ってるね。デニス・マンが右にいて、エルナに左に開いてるね。で、ソームとベルナベ、うん、これも4-4-1だね。多分こんな感じになってると思います。55分40秒のところですね。うん、だいぶきつくなったね、これね。もともとボローニャが格上っていうのもあるし、その中で一人少なくなるっていうのは、打ってくれ、うー、いや、ザイオン素晴らしい。てか、やっぱサンティアゴ・カストロやっぱ、いいストライカーだね。もう名前からして、サッカーキングのあの YouTube のあれでも、伊藤さんと細江さんが話してたもんね、サンティアゴ・カストロってもう名前だけでなんか強そうって言ってたもんね。めちゃくちゃやりそうって言ってたもん。ミクロスを入れます。逆サイドに誰も言いませんでした。リコ・ヤニスがボールを取りに行きますが、直接ラインを割っています。先ほど入ったばかりのエノーです。エノー、ボニー、さあこっからデニスマン、もうデニスマン行くか。いやー、おナイス、もうちょっとキープ。ボニーが上がってるところ見れればね、今ね、もうちょっと早くね、ボニーがね顔出してれば、デニスマンもパースの選択があって、3対1っていう状況をね少し緩和できたんだけど、まあでもきついよね、ここ上がってこいっていうのはね、相当体力削られるので。うん、おお、怖っ。なんか失点も時間の問題って感じしてきたね、俺ね、パルマはね。前進の局面が非常に右サイドから増えています。このレナト・ダンダーラも上位サポーターになった、まあ、チャンピオンズリーグに出るということもあって、平均のこの入場者数も2万6000人を超えているというレナト・ダンダーラです。エミリア・ロマーニャダービー、後半戦のパルマホーム、タルビーノホームは2月に予定されています。ボニーが倒れています。あの日本からね、2月の確か後半だったと思いますけれども、ゲームが予定されています。2月の第26節ですか、ローマ方面とかフィレンツェ方面から行くとですね、ボローニャでいわゆるローカル線に乗らなきゃいけないんで、帰りはパルマからまたボローニャ方面に戻るのはあまりお勧めしませんというのは、ボローニャのサポーター結構柄悪いんで、電車でまあ結構大変な目に遭うので、まあ、ミラノからだいたい、日本でいう新幹線で光だとだいたい1時間ちょっとで着きますので、ミラノから行かれることをお勧めします。さあセットプレーです。ベルナベ、早い球出しからボールをキープできるか、エンドイヤ、ベルナベとの接触がありました。ちょっとナーバスな表情を上げています、エンドイエです。
リアン・ベルナベ。うん、ナベルナベよくついてたね。さっきちょっとコーヒー飲んだけどやっぱ眠くなってきた。くそ。いや別にねつまらない試合ではないんだけど、やっぱり、ね、眠いんだよね。アップダウンが激しい今日はゲームになっています。バレーのスローインです。ボニーベウケマエルナニ、うんと滑ってしまった。バレーリ狭いところ、バレーリー、ボニー、最後はショートサファリアンです。ナバーリアから長い、まあでも今のね寄せの強さとかを見ると、まあ2人いるから大丈夫だろう、3人いるから大丈夫だろうっていうような、なんかその油断みたいなところがない感じ。まあ4人で囲んでったじゃん、エルナリのとことか。まあだからそこのボローニャの意識の高さ、まあパルマを全然舐めてないというか、そこの緊張感の保ち方っていうのはさすがだなっていうのは思うね。ウルバンスキー。カンペナート今シーズン1ゴール決めています、ウルバンスキー。誰が下がった？モロが下がる。ウルバンスキー。ウルバンスキーもウインガーの気質の選手だったから。その選手はインハイに入れるのかな、攻撃的になるってことかな。まあ、モロの方が確実にインサイドハーフの適性というか、まあ、ボランチの寄りの仕事ができる選手だったと思うけど、ウルバンスキーはね、オフェンスのアタッカーの気質なので、攻撃力が上がったのかなと思う。おっ。もうベルナベがね守備に奔走するしかなくなったね。あとイタリアセリアのさ今シーズンからのさ変化としてはさ、左上のスコアボードにさ交代人数のいくつ使ったかっていうあの5つのゲージが表示されるのが良くなったよね。今だからボローニャが3人使いましたよ、パルマが1人使いましたよっていうのが分かるっていうね。ここがちょっとね他のリーグではないからね、5大リーグでね。エールディビジョンはちょっと見れてないから分かんないけど、セリエだけなんじゃない、この表示してんの交代人数、交代枠の人数残数表示みたいな。ボニーベンナベー、そしてデリスさんにパスを取りません。うまく潰しに行きました。エルリッチ、デニスマンがスローインをエローに任せました。しっかりボールをキープ。共にまだ勝ち点3は1回のみ。アウェーでのパルマ勝利もなければボローニャもホームでの勝利がありません。直近のこのエミリアロマーニャダービーは9試合でボローニャこのところ負けがありません。4勝5分けです。最後にパルマが勝利したのは2012年ですから、12年間勝利がありません。体格のイディングジュニオールへ左足で強引に振っていきました。テニスマン、しかし敵陣でボールを奪ったリコヤニス、リコヤニス、ジョバンニ・ファビアンがファーサイド、エンドイ、中央にカストロ、間を抜けていこうとしました。エンドイへ、
最後はエローに当たってコーナーキックです。一人少ない状況で一気にボローニャが、このエノーっていう選手はあれなの、ボランチ系の選手なのかな。あのね、選手名鑑にもね、アザーメンバーに入ってるから顔写真がなくて選手の説明が書いてないんだよね、エノーに関しては。おヘッド、うー、デルプラとか触ったの今、ナイスだね今のはね、よく触った。ジョバンニ・ファビアン、リリング・ジュニオール、エンドイ、高い得点のアリコエニス、いやイニュージはそこに出ていこうとしましたが、その出ていくタイミングとパスを出したタイミングが合いませんでした。こちらがボローニャのサポーター、クルバーブルガレッディと言われています、このレナト・ダンラーラ。両チーム今シーズンですね、リードしてから勝ち点を失ったのがボローニャが6ポイント、パルマが8ポイントあるという今シーズンです。後半の失点もパルマ非常に多い状況が続いています。リンディング・ジュニオール、イタリアに戻ってきてかつてのユベントスのチームメイトやおやめになられたアレグリ監督からもメッセージが届いたというリンディング・ジュニオールです。エンドイエ、リコヤニス、どんどん放り込んできます。ボニー、2人が止めに行く、デモフロイレル、リンディング・ジュニオール、シュートは打てません。右ホルムを使います。逆サイド、カストロ。よ。体で突き粘ったのはデルプラートです。ボローニャが怒涛の攻撃を仕掛けています。最後はデルプラート、さらにはエローが飛んでいました。エロー一応中盤の選手って書いてあるんだけど、よくやってるね右サイドバックね。おっと。お。だよ。ザイオンってさ、英語どれぐらい喋れるの？だイタリア語で喋ってんのこれ？知らんけど。デニス・マンを下げるのか、あるいはボニーを下げるとは考えづらいんですが、どうするか。ファビオ・ペッキア監督、1人少ない状況です。エンドイヤからバックパス、ラバーリア、バレンティン・ミハイラ投入です。夏に行われた、お、ミハイラ君入る。スプリントのスピードでは今日対戦チームがエンドイエが 35.6 キロ、それよりも速かったというミハイラです。ミハイラやっぱ速いんだね。そう、速かったもんな、なんかナポリ戦かなんかで見た時も。1位がミハイラ、2位がこのボローニャのエンドイエ、3位にホイルンド、ポルトガのレアオで、5位にフリンポンというデータが出ていました。フリンポンってあのレバークーゼンの？エンドイエからこれワンツー、デニスマンカウンターに打って出る。ボニーがサポート、デニスマンがプレスをかけます。ラバーリアに対しても追っていきました。デニスマン、バレーリー、ジョバンニ・ファビアン、インテルのプリマベーダで優勝していますこのジョバンニ・ファビアン、ハードまで大きく成長しました。エンドイ、リンディング・ジュニオールがサイドに張っています。リンディング・ジュニオール、縦に1回、2人の状況、ホルムを使います。逆サイドから中央に折り返す、打てるか、ベルナベー、ゾン、
まだボックス近辺です。ボニーフォルムが拾ってベウケマ、イーリングジュニオールがどんどん右から仕掛けていきます。内側フォルム味方を使います。一旦リコエンジを使うウルバンスキー、リターンをもらいます。ウルバンスキークロイデル、フォルムクリア不十分、リコヤニスマイボールにします。フォルムヤモクロイデル外にもう一度出ました。イーディングジュニオール、ウルバンスキー抜けません。狭いところイーディングジュニオールが流し込む。いやクロスでいいんじゃない、クロスがミスになったのか今。なんかリアクション見ると多分クロスにつもりだったんだけどシュートみたいになっちゃったんだよね。ここで4番が投入となります。ミハイルです。まあ、これでスピードが相当あるミハイルが入ることによってカウンターのねもう狙いっていうのが一層分かりやすくなるから、うん、まあ一つねこのミハイルの入れるタイミング70分っていうのはなかなかいい時間帯なのかなっていうのは思うね。ミハイラは28。おいで。ボニーが触る。これ誰？シャペンティエル。シャペンティエルでいいの？シャルパンティエか。下げました。シャルパンティエを入れています。ガブリエル・シャルパンティエ、でミハイラは左か、ジェニスマン右のままだね。シャルパンティエもね名鑑にね載ってるのがアザーメンバーとか入ってるから写真と説明文がないんだよね。だからちょっと分かりませんどういう選手か。この右手になんかテーピング前で塗る黒人がシャルパンティエ、でかいなシャルパンティエ。デニスマン打っていいよ、打っていいんだよ、意地でも打ってコーナーとかでも取ってればそれでいいんだからさ。うんね、こうなっちゃうでしょ、カウンター食らっちゃうでしょ。そうすると決めようとしなくていいんだよ、前線で時間稼ぐのが大事なんだって今はパルマは。なんで俺パルマこんな応援してんだよ。ね、俺はあくまで、うん、ニュートラルな、おお打ってくるけど、ミハイラは分かってるねやっぱね。やっぱベンチから見てて、やっぱ足りないものが分かってたんだろうな。シャルパンテ、コンゴの代表っすね。188センチあるみたいです。コンゴ代表って本当か？スルーパス。レモフロイデン。ウルバンスキー。エンドイエ。取って片付けるがエンドイエのシュート。ここは前に出ていきます。エノー。ファールは？ファールです。クワルト午後に抗議を行ったファビオ・ペッキア監督です。さあ誰を使うか、滞空時間の長いボール跳ね返します。ホルム後半から入っています。イーリングジュニオール、それを追い越したホルムです。一旦ベウケマ後ろからつなぐ選択をしました。やばい、
うん、ただボローニャはこれ普通に勝ち点3取らなきゃいけないゲームだからね、どう考えても。まず昇格組に勝ち点3を取れないあのチャンピオンズリーグ出場チームっていうのはダメだと思うので、普通に。しかも相手1人少ないわけでしょ。これはね、絶対勝ち点3取らなきゃいけないんで、ボローニャ側の視点から立つと。そうね、ちょっとボローニャ視点でちょっと見てみようか、この試合。ちょっとパルマ視点になってたけど、さっきから。どうすりゃいいんだ、これ。おお、ウルバンスキー、そのパスはちょっと面白かったね、今ね。なんかね、もう少しねサイドに広げたい気もするけどね。今リコヤニス開いてるけど、ここら辺でパーンってリコヤニスに一気にあの広げられるとまた展開変わってくると思うんだけどね。ちょっとね、各駅停車のパスが多すぎるんだよな、多分ボローニャが。普通にこのスライドが間に合ってる。ここでリコヤニス、ここで、そうそう、でもちょっとねパススピード遅いんだよな、多分あれ。タイム出すタイミングもそうだし、まあ、こういう感じになっちゃうし、今デルプラドが拍手してたけど、これで OKOK ってなっちゃってるから、ボローニャの攻撃としてはあまり脅威になってないんだよね、パルマの守備レベルからすると。いや、今のエルリッチのシュートとかも、エルリッチがスーパーな、相当スーパーなブルロックレベルのシュート打たないと入んないんだよね。しかもザイオンが結構いいので、セービングは。狭いところ、序盤にファビアン。サモートリゴヤニス。そこの密集がね、ここで力技できるか。いやー、今の枠いってほしいんだよな、ウルバンスキーな。何ウルバンスキーなんか言ってんだよ。お前がシュート吹かしてるだけだろ。でもこれね、ちょっとね、かぶせて抑えて打つの難しいからね、あのボールね。確かに。エンドイエ下げて、カールション入れます。カールション、でリコヤニスを変える。リコヤニス変えるんだ。まあスタミナ的にきついか。ミランダはね、どちらかというと、例えばセンターバックも確かできてた子だから、まあ、左サイドバックで出るんだろうけど、正直リコヤンスよりかはちょっとね、オフェンス能力下がるのかなっていう勝手な俺の印象があるんだけど、どうだろうね。まあ、ミランダもまあスペイン人だし、まあ、オフェンスもうまいんだろうけど、ちょっとそこも見たいね。ミランダがどれくらい攻撃に関わっていけるか。カールションは何？ 10 番スウェーデンのやつだったっけ。こうね、ボローニャね、2列目の選手結構豊富なんだよね。ウルバンスキーも今でこそインサイドハーフみたいなポジションやってるけど、お、打って、いや、ホルム、なんか今セカンドタッチが長かったよね、今ね。ホルムさっきはちょっとタッチがね、トラップが落ち着いてないよ。今ね、2,3 回、頭抱えるよね、それはね。今頭抱えてたけどボールタッチがね、ちょっと大きいんだよね。あそこの狭いエリアだと、フォルムはやっぱちょっと厳しいんだね。クリバリが退場になりました。ミランダからダルソン。エンリッチ。
ヘッド、まあカストロはやっぱ多分シュートの形というかフィニッシュの形はやっぱ多彩でいいフォワードだなっていうのはよくわかるんだけど、なんだろうね、なんかもう一服欲しいんだよな、やっぱな。だもう一つね、この辺のなんだろうな、さっきのリクワリスもこの辺でクロスバーンバーンって上げてたけど、もうちょっとサイドバックこの位置あたりとか、ウィンガーもこのハーフスペースのこのぐらいのところまでえぐったり、サイドバックもこの辺までグッて引っ張ってこの辺にちょっとね広げたりとかさせないとちょっと難しいんじゃないかなと思うんだよな、この試合は。うん、あとはね、センターバックも今日エルリッチなのが、エルリッチの能力否定するわけじゃないんだけど、ルクミがいないっていうので、あとあれか、まあ、カッラフィオリもいなくなったっていうのもあるけど、今日さ、ベウケマもエルリッチまんま上がっていかないじゃん。これ上がっていくべきなんだよね、多分。昨シーズンのカッラフィオリみたいにガーって上がっていったりとかして、るやり方をやっぱチアゴ持ったから変わったからもうやんないのかもしれないけど、今ボロにやってやれよそれやれよ。ああれチアゴ持っただったよね。俺なんかすごい変なこと言ってる今もしかして。あ、そうだよね、チアゴ持っただったよね、あのサッカーやってたの。だからやっぱボローニャもね、変革の時を迎えてるんだよな、正直な。だから申し訳ないけど、この試合に勝てないようだと、正直ボローニャは、今季のチャンピオンズリーグ圏内は厳しいと思います。ファビアン。この形を続けてていいのかね。まあ、確かにシュートまでいけてるからいいのかもしれないけどね。ちょっとさっきと同じ形でしょ、これ。全く別の組み立ての仕方とかもやっていいと思うけどね。だ今のホルムがクロス上げた時に、カールションがね、フリーでね、手上げてたのよね。であそこ大外は基本的にもう捨てても捨てないと中固められないから、まあでもあそこでカールションにいい形で渡ってじゃあ何ができるっていう話かもしれんけど、一回大外見せといた方がいい気もするんだけどね。そうすると中手薄になるから焦るのは分かるんだけど。おプレーが止まります。エゴーが足首を痛めているようです。ここでウルバンスキーに先ほどのプレー続行の前のところカードが出ます。うん、このシーンです。ここから、あ、これかカウンター発動でした。リベンド主審がプレー続行にしました。ウルバンスキー戻ってカードが出ています。たださ、パルマのエノー君はよくやってるよね、これね。中盤って書いてあるんだけど、この右サイドバックで結構計算できてるし、変なこともしないから。今ここもファールもらったでしょ、怪我しないでほしいけど。ちょっとこの選手いいな。2002年は、まあ、22でしょ、フランス人。あ、でも昨シーズン4試合しか出てない子なんだ、セリエ B で。だね、いろんなポジションできそうだし、かなりいいんじゃない、エノー君。
2012年以来12年ぶりのパルマ勝利を目指したいところですが、1人少ない状況、ただよく守れています。ベルナルが出ていきます。接触があってファールです。カストロのファールを取りました。倒れているのはバログです。まあでもさ、このパルマの守備陣をザイオンがさどれくらいコーチングしてオーガナイズしてるのかっていうのすごく興味あるな。でもあ、それ取られたらやばいね。ではね、イリングジュニアがね、さっきから何にもできないんだよね多分。さっきクロスがなんかシュートみたいになってゴールラインを割ったやつだったじゃん。あれからね多分ね、ボローニャの他のメンズが、あ、こいつ今日ダメだなって思って、イリングジュニアをね、信用しなくなっちゃってんだよね。それも多分パルマとじゃ守りやすくなっちゃってんのよ。多分。ここも狙われてるでしょ、バレリに。あ、もうゾームもここいい守備する。このゾームもなかなかいい選手だよね。あ、お、そしたらイリングジュニアが。んだからちょっとね、これバスずれてんのよ。イリングジュニア、これダメだなぁ、ちょっとなぁ。がっかり感が半端ないのよ、こういうミスがあると。今のもね、カールションにピタッて綺麗に渡ってれば、結構パルマ危なかったんだよね、多分。まあ、イリングジュニアは、とりあえず、アストンビラ取ったけど、とりあえずレンタルで様子見したのはアストンビラ正解だわ。じゃあちょっとイリングジュニアどうする。ちょっと今も怪しかったでしょ、今ボールタッチ。今のもね、絵のね、難しいところだったけどね、多分関節視野で今ちゃんとカールションが入ってたからヘディングで逃れたの。あの判断は、まあ、しっかりリスク取らずにいい判断だったんじゃない？あれ見えてない状況でトラップして前線に繋ごうとするの結構リスクあるからね。相当技術力自信ないと。打ってくるカールションすげえじゃん。さすが10番だな、こいつ。ちょっと今もう、ブルーロックを感じたよね、俺今。88分です。コーナーキック、ミランダ。ボックスの外になんとか逃げます。ここで、一旦プレーが止まります。あ、これ当たってんか。いや、ベルナベナイスブロック入ってたね、今。素晴らしい。カールションってでもさ、まあ、昨シーズンからいたの覚えてんだけど、そんなに出てた印象はあんまないんだよな、俺は。そう、昨シーズン7試合しか出てないじゃん。あ、そう、戦術適用に時間がかかりベンチを温めたって書いてある。昨シーズンは。やっぱそうだよね。そんなに出てた印象ないんだよね、ボローニャで。そしてデニスマンを下げます。むしろオルソリーニと、ね、エンドイエとかその辺の方が出てた印象あるし。お、なんだ、ちょっと見逃した今交代を。パルマの交代。あとケイタが入りました。ベルナベ下げるんだ。まあ今日はしょうがないよね。ケイタ、どのケイタや。またケイタ問題出てくるのか。
それナビゲーターってどこ行ったの、リワプールに。ドライブツヒとか似たやつ。あいつサウジアラビア行ったんだっけ。カマラ、また新しいカマラが出てきたわ。もうカマラとかクリバリとかケータとかさ、もう同じような名字の選手多すぎて大変だよ。黒人系、アフリカの系の選手はもうフォーメーション分かりません。ケー、うん、そうね、ケータボランチでカマラが右サイドって感じだね。そのままだね、ポジション。うん、今のラバーリアのところさ、さってシャルパンテが取ったのもすんげえ面白かったよね、今ね。さあ、イリングジュニア、いまいちなんだよな、イリングがな。多分ね、イリングジュニアとね、ホルムの相性もあんま良くねえんだよな、これ多分。ベルナベのところにはケイタが入っています。パルマからは2000人のサポーター。お、ミハイラ打ってくる。うわ、これいやー、ちょっとこれラバリア褒めようか。代表ルチェスク監督のこのデニスマンとミハイラを招集しています。追加タイムです。ケイタ、ゾームが出てきた。お、ゾームはやっぱいいね、この人ね。何かな、ゾームって2001年まで分けんだ、こいつ。2001年生まれに見えねえけどな。打ってくる。もう今日はノットヒズデイです。今日はキックもフィーリングも何やってもダメ、この子は。多分ね、だからタラレバ言うけど、多分オルソリーニが多分ずっと出てたら多分ボローニャ勝ってたよ、これ。追加タイムは5分です。依然として0対0。クリバリの退場で1人少なくなりましたが、それを感じさせない。イリングジュニアのポテンシャルはもちろんあるし、いい選手なんだろうけど、アストンビラが取ったってことは。そもそもユベントスの選手だったしね。だけど今日に関してはもうイリングジュニアもうダメ。もう多分何をやらしても多分今日はイリングジュニアダメなんですよ、多分。全部ボールもカールションに任せた方が、左サイドで行った方がいい。そう。ファールか。ほら、カールションはこれファール取れるのよ。で、リングジュニアこれ取れないんだよ、多分今日は。もう。カールションは持ち味をクリエイティブなプレーで投球しています。じゃあ、ミランダ。いやー、ミランダよ。うーわー。リコエンツ出し続けたら多分こういうことなかっただろうね。リコエンツスタミナ的にきつかったんだろうけど。ね、この辺のね、マッチフィットネス的なところも、難しさあるだろうね、ボローニャはね。まあ正直、まだ終わってないよ、試合。終わってないけど、このまま終わるってなると、正直ボローニャはもう負けに等しいです、この試合は。追加タイム1分になろうというところです。引きつけてからパス、ミランダ。やっぱミランダはね、あそこを反転して奥深く切り込んでクロスとかやっぱできないわね。リコエネスだったらやりそうだったけど、返していく。インディングジュニオールの前で、ここはレモクロイレ、セルパンティエ、ボール、やっぱりね、今のホルムの選択も見ても、やっぱホルムとね、イリングジュニアのね、絡みっていうのがほぼないんだよな、いい絡みが。
あんま組んでないんだよね、多分ね、この今シーズン知らんけど、ボロニアの試合、全試合見てないから知らんけど。おう。イリングジュニア、今日のイリングジュニアし、いいボールかなと思ったけど、ザイオンでそのままいっちゃった。でもこれさ、退場、クリバリの退場なしでどうなってたかちょっともう一回見たい、別の世界戦で見たいよね。あ、終わった。終わった。0-0だったけど、まあちょっと後半面白かったわ。ある意味。ある意味面白かったわ。まあでもザイオンはクリーンシートで良かったんじゃない？今日全然悪くなかったでしょ、鈴木ザイオン。まあ、ちょっと、おってなんか危ない。危なかったシーンあったけど、足元のところで。あれもまあ、事なき得たし、よかったんじゃない？やっぱ鈴木財も。落ちちゃった。ということで終わりましょうか。ご視聴ありがとうございました。ちょっといろいろ洗濯物干したりいろいろやることがあるんで、今日はここまでです。でね、ちょっと来週から俺仕事がちょっとフルタイムの仕事が始まるので、なかなかサッカーを見、こうやってフルタイム見るっていうのは難しくなると思うんですけど、まあ、できる限りはやっていきたいなと思うし、まあ、どうしようこの人の動画もね、誰も見てないと思うけど、うん。まあ、なんとかして生きてきます。サッカーは大好きなので、うん。なので皆さんも、いろいろね、ダゾーンの料金とか、ワウワウの料金とか、スカパーの料金とか、いろいろ払うの大変ですけど、なんとか一緒に生きていきましょう。では、ご視聴ありがとうございました。バイバイキーン。